皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。翌日用の注目銘柄ですね。有望銘柄のメール配信のご登録、日々皆さんお受けいただきましてありがとうございます。まだこちら登録をされていないという方は、今すぐこちら下の概要欄からですね、登録をしていただいて、毎日、大体6時前後ですね、メールが届きますので、その翌日用の銘柄を見て、朝、もしくは場中、チャンスが来たら入るようにしてください。チャンスが来ない銘柄へは入らないように注意をしてください。で、入ったことによる皆さんの、喜びの声ですね、たくさんいただいております。チャンスのある買い銘柄、チャンスのある空売り銘柄、そこにタイミング合致するまでは絶対にエントリーをせず、また、皆さんのですね、あらかじめ決めている銘柄のプラスアルファとしてですね、参考にしていただきたいと思いますので、ぜひ登録がまだされてないという方は、今すぐ行ってください。また、今月、来月2ヶ月間のデイトレ塾がですね、いよいよスタートとなります。受付もまだ行っておりますので、ご興味のある方、事務局方にお問い合わせ、お電話でも構いませんし、いただければと思います。まだ迷っている方は、受付を行っておりますので、ぜひ、ご入塾ください。第11期生となります。では、今日の内容についてお伝えをしていきたいと思います。明日用の有望銘柄、今日は6銘柄ほどありますので、明日用の注目銘柄、こちら一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、7427エコトレーディングです。対極的な流れは上方向ということで、今日は上にも下にもヒゲのある状態でプラス 14.32% で着地をいたしました。上に抜けたらということを第一に見ております。今日付けた高値どころ10時2分ですね、1664円付けております。それまでの距離が結構大きいですけれども、抜けた場合には買い戦略ということで見るようにしてください。ただ、見ていただければお分かりになりますように、非常に薄いんですね。値が飛んでいる場面もありますので、利益確定、手仕舞いは早めに行うこと、通常よりも早めに行うことをお勧めいたします。2つ目、2685アダストリアです。今日材料出て、ギャップアップスタート、売りに押される場面もありましたが、しっかりと買い戻されながら、直近の高値を更新をしていきました。今日付けた場中高値は朝ですね、9時46分、3340円をつけております。大引けにかけてずる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 売り物に押されたため、上髭陽線という形で置いております。5分で見るとですね、このような形ですね。よってギャップアップ、すぐに売りに押された後買い戻されて上げて、3300円どころを上下に揉んでいましたけれども、1時過ぎからですね、上値が抑えられ、全体の流れ同様、日経は今日休み日ですから、日経採用銘柄ではない銘柄とはいえ、結果的に上値が重くなって着地をしていると。ただ、明日この上髭を消化する強さを見せることがあれば買い戦略ということで見ていただければと思います。で、もしですね、今日の安値どころ2986円ですね、9時9分につけました、朝売られた場面ですね、特買スタートして売られた場面、その今日つけた朝安値を割り込むことがあれば、今度はですね、だいぶ上値重くなりますので、下方向空売りも検討するということで、両方の目線でアダストリア見ることが可能となります。中途半端な位置をもい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 揉んでいるようであれば、この銘柄はなしというふうに見ていただいても全く問題はありません。そして3つ目、2982、また再び出していきます。AD ワークスグループです。定位株ではありますが、勢いづいた場合には大きな陽線をつける時もあります。今日は場中、日中値動きですね、今日の高値が284円、今日の安値が268円ということで、16円ほどの高安ということですね、値幅となりましたので、それほどですね、明日勢いづいて動くということは難しいかもしれませんが、ただ分かりません。何が起こるか分からないのは相場ですから、今日つけたヒゲ、284円、11時11分につけた280円ブレイクするようであれば買いと。で、また逆にですね、今日の安値を割り込むことがあれば、一時的な売りも考えるということですね。
まあ、それこそしっかりと見ていただく必要がありますが、一応トレンドに沿った買い戦略、軸に AT ワークス見ていただければと思います。AT ワークスに関しましては、このように今日高値圏をですね、ずっと推移していって、で先ほどのアダストリアのような形でですね、大引けにかけて、売りに押されると、高値が切り下がるということはなく、まあ、定位株の買い支えが結構入っています。291万2600株。上に向けたら回線でいくということで、AT ワークス見ていきましょう。4つ目、2354YE デジタルです。今日、ということですね、激しくこう前場ですね、動きましたね。もう朝方、動きました。今日付けた高値が12時35分、769円。朝、買われて、売りに押されて、もんだ後、全引けにかけて買い戻され、そして5倍より一気に買われましたね。で5倍より直後に今日の高値付けてから、その後ちょっと上値重くなって着地をしました。まあ、そのため、上髭ですね。下にも髭あります。上にも下にも髭がある陽線で着地をしているということになります。明けないは入ってますね。久々に入りました。195万5100株となっております。今日付けた高値765円をさらに上にブレイクしていけるかどうかに注目をして、YE でしたら見ていきましょう。そして、5銘柄目です。6315、とはです。先週金曜日につけた陰線を今日包み込むような形で陽線。安寄りしたけれども結局買い戻しですね、これは。まあ、商いから見るとそうですね。4280円で着地。今日つけた高値は大引け十数分前ですね。4320円。つまり明日この4320円を上にブレイクすることができるかどうかに注目をして、とは見ていきましょう。まあ、この流れでいきますとですね、もう一段開けてもおかしくない状況となります。まあ、信用で見るとですね、まあ、買い増、売り減となっておりますけれども、まあ、直近の日商金ベース見るとですね、買い増、売り増となっておりまして、まあ、0.83 倍。まあ、売り方の買い戻し、まあ、踏み上げがどこまで入るのか。まあ、結果的にですね、いずれ4500円どころをトライに行くことも考えられる銘柄となりますので、いずれにしても買い戦略軸にこれ見ていきましょう。そして最後です。6銘柄目、3692FFRI セキュリティ。これ今日ですね、私ツイッター、まあ、X の方にですね、ポストさせていただいた銘柄となります。ギャップアップスタート、まあ、特買でスタートをして、その後、ストップ高をつけて、9時24分にストップ高つけたんですね。剥がれて、また再びその後、ストップ高つけた、その後、雪崩のような形で、落ちていったということになります。私はちょっと1360円ストップ高から1300円台での利確となりましたけれども、その後、1段2段と落ちて、結果的に今日は1187円で着地をしていると。で今日全場ですね、1172円が今日の安値となっております。この場面ですね、こちらになります。ギャップアップ、まあ、気配ではですね、8時の段階ではストップ高だったんですけれども、8時から9時にかけて、売り物が結構入ってきたと。まあ、利確の売りですね、入ってきてから、よって、その後すぐストップ高。で、ストップ高のままですね、なりがいが一気に増えたんですけれども、まあ、すごかったですね。一気に売り物が入りまして、ストーンと落ちました。1300円まで落ちたと。まあ、その場面ちょっと、利確早かったかなと思いますけれども、さらにその後、1段、2段ということで押していきました。まあ、かなり取れたと。まあ、ティック数で言うと150ティック以上ということになりますので、まあ、1000株入っても15万円以上となっております。まあ、これが2000株、3000株であればなおということになります。FFRI。で、これ明日ですね、明日の戦略としては見てください。こちらになります。窓を開けているんですね。上に抜けたら買いはやめてください。反発していったらですね。今日の安値どころ1172円を割り込むことがあれば、まだ今日の高値掴んでる人が多いです。まだ逃げてないんです。ですので、一瞬でも売らせようと、下にですね、勢いついてストーンと売りに押されることがあるということです。そこを空売りで取りましょうということで、空売り可能な銘柄となりますので、FFRI、明日、下に落ちたら今日の安値終わったら空売りということで、窓埋めの空売り。これも覚えておいていただくと良いでしょう。もしそうならなければやる必要は全くありませんので、一応こういうのの空売りがあるということだけ覚えておいていただければと思います。ということで今日は6銘柄、明日用としてですね、上げさせていただきます。
今日も注目銘柄ライズですとか、いい銘柄ありましたね。結果的に上ヘゲで着地しましたけれども、場中は良かったですね。1段2段と上げていったということになります。またメドレックスのような昨日金曜日ストップ安つけた銘柄がやはり案の定をですね、今日も含みゾーンの状態で終えられた方もいらっしゃるようです。結果的にストップ安となって、連続ストップ安となっておりますので、十分に皆さん落ちてるナイフを使いで掴むのは避けるようにしてください。ということで、今日の動画の内容は以上となります。この動画の内容が良かったという方は、参考になった方はいいねボタン、あとチャンネル登録、そして翌日用のメール配信の登録、まだの方、今日初めて見たという方もいらっしゃると思いますので、ぜひご登録ください。で、ご登録いただいた方のみ対象のシークレットライブも行っております。また、デイトレ塾、今月スタートのものになります。ぜひご入塾いただければと思います。まだ間に合います。悩んでいる方がいたら、一歩前に踏み出してください。ということで、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。では、失礼いたします。